四つん這いになりましょう。単純に背骨を伸ばしたり曲げたり、どんな感じがするかチェックしてみましょう。休んで。もう一度休む場に戻って。左足を右足とクロスしましょう。その状態で、同じように背骨を曲げ伸ばししてみましょう。足のクロスによって骨盤が少し傾き、背骨がねじれた状態になっています。ですから少し、最初の状態とは違うわけですね。で、この動きを感じながらやってほしいんです。休みましょう。四つん這いに戻りましょう。今の動きの結果、何か背骨に違いがあるかどうか、また曲げ伸ばししてチェックしてみてください。どうでしょう。休みましょう。また四つん這いに戻って、今度は逆に右足を左の足の方にクロスしてみてください。その状態で同じように背骨の曲げ伸ばしをしてみましょう。このレッスンを通してやることは背骨の曲げ伸ばしだけです。違うのは足のクロス。後でやりますけども手の腕のクロスですね。これだけです。休みましょう。また四つん這いに戻って、普通の状態で曲げ伸ばししてみましょう。何か少しずつ少しずつ違いが出てきてますか？感じられますか？休みましょう。もう一度四つん這いに戻って、今度は左腕を右腕にクロスして、背骨の曲げ伸ばしをしてみましょう。ちょっとやりにくいかもしれませんけども、楽に楽にやってください。休んで、また四つん這いに戻って、そのまま動きをチェックしてみましょう。少しずつ少しずつ背骨の椎骨が分化されていくのが、ビデオを見ても見えるはずです。休みましょう。また四つん這いに戻って、逆に右腕を左腕にクロスしてください。それで、また背中の曲げ伸ばしです。休みましょう。
四つん這いに戻って同じように曲げ伸ばししてみましょう。明らかに改善されてますね。休みましょう。また四つん這いに戻って、今度は左足をクロスして、左腕も同じようにクロスします。ですから、この姿勢ですと、左側の背骨が伸びている状態ですね。それで背骨の曲げ伸ばしをやってみてください。結構きついかもしれませんので、休んで、また四つん這いで動きのチェックをしてみましょう。休みましょう。では反対側です。右足を左足にクロスして、右腕を左腕にクロスします。したがって右体側が伸ばされた状態です。やめて休みましょう。四つん這いに戻ってテストしてみましょう。胸椎の下部がとても分化されているのが見えます。休んで、どんな感じでしょう。